あ、じゃあ、それ聞こうと思ったんだよね。我々民衆もその二つの系統の戦争に踊らされていただけなんですか？踊らされるってどういうことだろう？なんだろう、我々民衆が今回、ね、私も含め、なんかこの騒ぎ、大統領選の騒ぎに一喜一憂してた我々って、タロットさんから見るとどんな存在なの？マジシャンの逆とか、なんかそんなん出たらピエロっぽいけどね。死神の逆、怖い。死神の逆がやたら出んだね。あー、でも、踊らされてたって感じじゃないかな。なんか、これによって気づく人は気づけたよねっていう。なので、多分今までの選挙はこんな話にもならなかったんじゃない？なってない？どうなんだろう。前回、前回以前私もう興味なさすぎてた。それ以前の選挙で人々がね、日本人とかアメリカ人とかが、こんな DS とか中共とか、このロックフェラー、ロスチャイルドみたいな単語を出して、大統領選を見てたのかみたいなのを知らないんですけれども、なんか、まあ、民衆たちも生まれ変わるみたいな、ね、古くて悪いものを捨てて、こう、新しく再生する、生まれ変わる、みたいな感じになったんじゃない？今回の選挙。だから、踊らされてたっていうのは、玉木そりゃ言い過ぎだよ、あんた、みたいな。今ね、たしなめられました。タロットさんに。なので、こう、世界を広く見る。あ、こういう世界があったんだな、みたいなのを知るチャンスになって、とても良かったんじゃないでしょうかって、タロットさんはね、とてもポジティブに捉えておりますね。はい。じゃあ、ロックフェラー系統とロスチャイルド系統は世界のためにいいのはどっちなのか、ざーっと見ますね。バーって並べるけど、ざっくり見ます。まず、ロックフェラー系統。民主党の系統ですね。民主党とか DS とか言われてる。そっちの系統、ロックフェラー系統。今回のバイデン氏もそうです。ロックフェラー系統は世界のために、はい。ズバッと出ました。ロックフェラー系統が世界を救うかどうか。あー、なんか、いいんじゃない？新しく今回、生まれ変わりそうだよね。いいのか悪いのかよくわからないけど。ざっと見る限り、この、生まれ変わる感じがするわ、すごく。今まで、この過去はね、報われなかったね。そうね、4年間、トランプ政権だったので、釣り人の逆でした。頑張っても報われない。で、現在、死神、停止してしまったのを背景に、ロックフェラーの方が停止してたのかな？トランプだったから。で、それを背景に、インジャなので、今一生懸命なんか考えております。で、しばらくすると恋人なので、世界のためには非常にいいですね。なんか、仲良く、コミュニケーション能力をこうバー出して、何かと連携してうまくやりそう。で、ロックフェラーの立場は悪魔の背景に、まあ、悪魔がいいのか、ここにも悪魔がいいんだね。背景にして、星の逆なので、ちょっと絶望感がある立場と環境が悪いね。環境も、なんかあれこれ手を出して失敗しちゃうとか、優柔不断さが出てて、可能性にタワーなんですよ。なので、一回ロックフェラー系統は危ういくなるのかもしれない。何かあって。ね、なんか重要な人物が亡くなってしまうとか、最近亡くなったのロスチャイルドの方だよね。で、ロックフェラーの方もあれよ。2017年トランプが当選した年に亡くなってるのよ。100何歳かで誰だっけ。デイビッド・ロックフェラーが亡くなってるんですよ。なんかそのくらいの威力で何かが起きんのかな、もう一回みたいな感じがする。で、新しい出発、ロックフェラー系統、新たな出発、旅立ちに出ます。対策重点、太陽なので明るい感じがします。なので、ロックフェラー系統とか民主党、アメリカ民主党、バイデン政権、バイデン政権はバイデン政権で占いますけれど、まあ民主党政権になって売れる、そんなにそこまで悲観しなくてもいいんじゃないみたいな感じはここから受けるけど、なんか生まれ変わりそう、ロックフェラー系統が。はい。で、じゃあロスチャイルド系統。ロスチャイルド系統は世界を救うんですか？つまり、トランプとかね、共和党とか、そっちの系統です。はい、ズバッと出ました。ロスチャイルド系統は、この1年くらいは、あんまり良くない。っていうか、かなり良くないので、まあ、今回は、バイデンのロックフェラー系と民主党の方で、なんか、結果的にいいんじゃないかな、みたいな。こういうと、トランプ側に怒られるかな。うん、なんか、ロスチャイルド系統があんまり良くないんですよ。過去は戦車でした。そうね。トランプ
がいたもんね、大統領に。戦車とても良かったんだけど、今、法王を背景に法王的な人がいるのね。うん。または伝統的なやり方とか。うん。それを背景に、死神の逆死からの再生を図ろうとしています。生まれ変わろうとしています。でも気持ちがなんかあんまり恋人の逆とか出てたり。しばらくすると、フードの逆なので、無謀なことしちゃうとか、無知無計画、なんかあんまりよろしくない無謀な行動をしてしまうとかね。で、立場と環境どっちも良くなかったね。なんだろう、あんまりよろしくないのかな、経済状況なのか。なんだろう、もうさ、扱ってる金額が大きすぎてさ、なんだろう、何十何兆円とかわかんないけど、なんか国家予算だか、なんて言ったらいいの、国家予算、何カ国もの国家予算みたいなのをもう牛耳ってるみたいな感じじゃない。ね、お金の、なんか、経済状況が悪いとか、どういう規模だろうとか、よくわかんなくなってくるんだけど、喋りながら。立場が太陽の逆を背景に力の逆。ああ、悪いです。あ、そっか、ロスチャイルド、亡くなったんだもんね、誰かね。亡くなったんだ、今、とても悪い状況なんだ、多分。で、陰者の逆環境も、とても暗い感じです。で、可能性に星の逆なので、憧れ期待、手に入れようとしてたものが手に入らなくて絶望。で、最終結論、目の前の逆。まあ、今はこの、ロスチャイルドの時代じゃないよ、タイミングじゃないよ、タロットさんも言ってるから、まあいいんですよ。今回はロックフェラー系統の民主党系統でいいんだよ、多分そう言ってるよ、タロットさんは。で、対策に女強子が出てるので、もうこの辺になると誰が女強子だかわかんねえよって誰だよみたいな、ロスチャイルド系統の女強子誰だよ、知らないもん本当にみたいな、もう本当にね、なんか占いながらこう文句を言いたくなるような、誰ですかタロットさんこれみたいなはい、ということで、タロットさんが言うには、ロックフェラー系統、いわゆるね、DS 側、アメリカの民主党側の方が今は、いろいろいいと思うよ。今は、ロスチャイルド、ね、トランプ側のロスチャイルド系統はちょっとタイミングがいろいろ悪いとか、運が悪いとか、そんな感じなので、まあ、ロックフェラー側に今は任せとけば、みたいな感じかな。はい。なんか、こんな話するとさ、あれが出てくるよね。グレートリセットは、DS 側って言ってたじゃない。で、グレートリセット、私、すごい謎だったんだけど、グレートリセットも富を、はい、分配して平等にするとか言ってたけど、皆さんのコメントで、トップの人たちの富はそのままに、このピラミッドのトップの人の部分はそのままにして、他の人を平らにするだけって言ってて、で、ゲサラネサラはあるよね、トランプ側なんでしょ？あれ陰謀論だか、なんだかまだわかんないんだけど、私もあれ同じじゃないのって思ってたんだけど、あれももしよ、ロスチャイルド側が言ってるとしたら、ロスチャイルドがそのトップのさ、お金をさ、すべて分配するわけないじゃない？こんな話聞いてたら。だから、ゲサラネサラも、なんだっけ、はぁ、グレートリセット。出ない。グレートリセットもさ、もしもよ、それぞれがロックフェラー側とロスチャイルド側で言ってることとしたら、平等にするみたいなとこまでを一緒だとしたら、多分ね、やることは一緒だと思うって玉置は思った。はい。異論反論は全然認めます。私の妄想なんで。はい。あともう一個だけ占っていいですか？ですね。よいしょ。はぁ、あ、これ消すで。ウイルスですよ。新型コロナウイルス。この、三橋さんと林さんの動画の中で、すごい恐ろしいこと言ってたの。新型コロナウイルスを武漢に送ったのが、ファウチっていう。武漢に送ったのは、ファウチ。うん、そう。2014年にアメリカで新型コロナウイルスを研究してたらしいんですよ。で、中国に委託したんだって、ファウチが。中国に研究を委託、お金払って。で、このことをトランプとファウチがこう並んで、記者会見してるらしいんですよ。知らんけど、なんかもう出るたびに、で、動画出るたびに消されるらしいんですけどね。トランプとファウチが、で、ファウチが、DS 側らしいんですね。で、トランプは、ファウチが大統領選に向けて仕掛けたんだろう、みたいな感じで言ったらしいんですね。マジかよ、と。中国が作り出して、みたいなことだったけど、
もともとアメリカで研究して中国に委託してお金に払って研究させて、それが漏れたのか、わざとね、漏らしたのか、大統領選に向けて。これをちょっと見させてください。もう、アメリカがやったのか、アメリカのファウチがやったのかと。はい。これ超衝撃じゃない？今まで中国のをさ、ね、ケチョンケチョンに中国何してくれるみたいなこと言ってたけど、実は、あ、ごめん今、ずっと斜めってた。うん。実はアメリカ内部のごたごただったっていうね。はい。では、新型コロナウイルスをもともと研究してたのはアメリカですか？これは、イエス、イエス、ノーで答えてもらおう。新型コロナウイルスをもともと一番最初に研究してたのはアメリカなんでしょうか？なんかね、取り扱い注意みたいな感じで、超危険なものとして研究してたらしい。アメリカが本当はもともと研究してたんですか？イエスかノーか？あ、ノーかな？女帝の逆。対策注意点、悪魔。あ、これは違うのかもしれない。これはアメリカじゃないのかもしれない。おっと？なんだろう。女帝の逆に悪魔。ああ、アメリカでもない。アメリカでもない国なんじゃないわ、もしかして。さら、なんかさ、アメリカが中国に委託したって言ったじゃん。さらなる委託先があるんじゃないの、この。別の国、言えない国。アメリカに委託し、アメリカが中国に委託し、みたいな。再々委託みたいな。あったね、昔。再々委託みたいなの。あ、ちょっとこれは、もしかして、アメリカのさらに元に、さらに先っていうの、大元に委託してきた国があるんですか？はい。じゃあ、アメリカよりもっともっと前に新型コロナウイルスを研究してて、アメリカに委託してきた、送ってきた国があるんですか？節制の逆、流れが悪い。流れが悪い？ん？ちょっと待ってね、対策注意点、運命のは。流れがいい。流れが悪い。お金の流れが悪い。ああ、これ難しいね。そういう問題じゃないのかな。どういう問題なんだ？節制の逆、これ流れるものに出るんですよ。流れが悪い。なんだ？これはじゃあ、世界中がもしかして知ってる、民衆だけが知らない何か秘密があるのかな。我々、一般市民だけが知らされていない、世界のかなりの大部分が知ってる真実みたいなのがあったりするんですかね？秘密とか。もっと、中国とか、アメリカとか、そんななんか、国、単一の国じゃない、もっと大規模な計画があったんですか？アメリカとか中国、とかにこだわらない。もっと世界規模のなんか計画があったんですか？それは違うんだ。女帝の逆なんだ。それは考えすぎだったか。対策注意点。節制。やたら出るね、節制。なんだろうね。何の流れなんだろう。おー。ちょっとこれは明らかにならなかったけれど、中国、アメリカ。スタートに戻って、アメリカっていうのはデマで、やっぱり中国なんですか？悪いカードが、なんかすごくこう悪魔的な、なんか正義感のない悪いカードが出たらそう。はい、もしかして最初に戻って、スタートに戻って中国から漏れたんですか？フールの逆、無知無計画。これかな？これかな？やっぱり。中国の不手際。無知なことをしてしまった。無計画なことをしてしまった。これでいいのかな？対策注意点タワー。ああ、やっぱこれはアメリカ関係なかったのかな？中国でよかったのかな？この話に限っては、ちょっと、三橋さんと林さんが、先生たちが、ファウチが送ってたんだよって言って、ええー、って思ったんだけど、これに関しては中国かな？もしかして、こう、中国からアメリカに行って、アメリカに行って、中国になんか、何回かこう、往復してんのかもしれないね。中国起源でアメリカに渡って、アメリカがこれやばいやつだって研究して、また、なんかまた中国に委託したみたいな、そんな感じなのか。とにかく、なんか、中国っぽい感じはする。
はい、以上になります。はい、長かったので45分くらい話したから2本に分けようかな。はい、ということで、長かったですが、アメリカ大統領選も我々もロックフェラー系統とロスチャイルド系統に操られて踊らされていただけなのかっていう占いをしました。皆様いかがだったでしょうか。こういうお話がね、一番ワクワクしますね。もう壮大っていうか、ああ、なるほど、納得みたいな、こう、なんだろう、わかる？このね、トランプの周辺のさ、細かい人間関係、こいつが騙してるとか、そういうんじゃなくてさ、もっと世界規模のさ、こういう勢力、こういうでっかい勢力がこういうことしてるんですよ、みたいな話だとね、こう、しっくり、うん、納得、いろいろ話が一回に済むみたいな感じで。はい。では、あとね、バイデンが大統領になって今後世界がどうなっていく、アメリカがどうなっていく、日本が、みたいなところは今後どんどん占っていきますので、ぜひご覧ください。じゃあ、じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけん、ぽい。グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。